収まってますね。こんなん登ろうと思いませんもん。ちょっと冷てえじゃねえか。行けそうなだけであって行けるとは言ってる。なんじゃこりゃなんじゃこりゃ。はい、フィックスオッケー。え、これどういった意味わからんが、ここで梅の木生えたらどうすんね、数年後に。大丈夫ですか。あぶみですわ。いや、行って、あ、冷てえ。掴んでる、まず掴んでる。どうなってんねんこれ。尊敬っていうか、スキーするってのは無理っすよ。今日暑すぎやろ。ゾニソずっと食ってて、ちくわ食べたら、ちくわの方がうまいな。いけたか？マジかよ。復興しなかったけど、あえて時間がかかっている。うわ、1日目終了点。ああ、頑張りました。暑かったです。暑い。おはようございます。どうす。7時32分。ここから入ろう。行動開始や。7時半でいい。はい、7時半。今日も一日頑張る。頑張るぜ。しかも今あのキュンですやったからな、ポーズがキュンポーズやったで。え、じゃ野村さんの頑張るぜ見逃した。野村さんもやった。ワンコさんの暴言にあった。入刑しまーす。もう目の前。めちゃくちゃ穏やかやな。穏やか。見えるね。こけるん早っ。珍しいですね。傷も刺さる、いい男や。男なのに濡れてる。あれカエルのなんかひっくり返ってない。くそ、こけた。上濡れた。いやいやわ。いった。うお。やばいわ。これ尿蛇。尿蛇がぶち。尿蛇ぶち。7時54分23分。いけるいける。せ。泳いで行った方が早かった。どうせ濡れるし。あ、いや悪。あ、落ちる。あ、落ちる。早いな。もういいや、降りようかな俺ここで。グリップ効かん。めっちゃ濡れ濡れ。よう行けたな。めっちゃ濡れ濡れ。なんかドボンしてほしいな。ドボンするん嫌やわ。これはアプローチシューズですね。おお、ぬめ太郎。おお、
これはヌメ太郎よ。2段30、8時11分40分、3段30、雨止めの滝。まあいけるでしょ。あそこで一段目。ここ左に折れて、あと右に折れて。うん。見て。あれよ。寒くない？止まってた。そうやねん。釣りしてる人がおるからさ。そんなほっといてええやん。2時26分54。残地。よし。あ、あれか、俺、愚痴からチコハンマー回収したらいいんや。いや、でも、そこでさ、誰にも使われんと眠ってるよりいいやろ。ワンコさんのチコハンマー回収してきますわ。ショックやわ。あれだってハンマーって意外といい値段するでしょ。1万なんぼしません？木が俺は当たらんから。え？悪い。おー、滑る。やべ。ぬるぬるやねんけど。あ、やばいな、そこ。こっちやばいな。の方が、いいっすよ。多分。またやられたぞ。俺の近くにおったらあかんってことや。全員こけたんちゃう。もう、あ、野村さんだけやな。無理。うわ、オタマジャクシめっちゃおるやん。ご飯あるで、ご飯。ああ大丈夫ですか。うん。肋骨ダメージは。あ、大丈夫。あ、今日はまだダメージ食らってない。徐々に治ってきてるから。今回の参考でまた開くっていう。そうそう、そうそう。あれがピューラーライン本体の小滝かの分岐。うん、あ、右になってた。ここまで何事もなく無事に進んでこれましたね。ほんまに。ほんまにね。何事もなく。深く反省しております。2名ほど巻き込まれた人がいますか。でもやっぱ巻き込まれる側にも責任あるっていうし、やっぱ車間距離大事よ。10-0やろ。10-0やった。坂道やから10-0やった。うっそうとしたゴルジュが来た。ゴルジュ、ゴルジュ。ゴールジュ、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 高収入。おお。すげえな、これはもう。すげえな。ちむどんどんしてるな。ちむどんどん。心がちむどんどんしてた。ちむど、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 ちむどんどん。上来た方がいいかな。いや、めんどくさい。いいね。
間残機、あれはいらんな。9時5分、1時間33分残機。よし、表面もなかなかエグい。あの奥、の奥のちょっとそう、これが何の滝ですかね。おお、いやらしいな。なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ。おお、滑る。横になるからいけないんだ。うん、マリアが怖い。うん、消耗してますね、今日は。肋骨も痛いし。万全の状態をしたら、10としたら5ぐらいですよね。5ぐらいやな、5やな。半ぐらい。足がほぼ感知したから。足感知したと思ったら肋骨いっとるからな。9時33分、2時間1分残地。よし、微妙なとこ切れもうた。この滝の写真撮るの忘れた。うん、ワンチャンロープなって。ワイヤーぬるぬるやからさ、出した方がいいの。もう、よいしょ。うまいの。だーい。なんかやりたそうな顔してた。いや、なんか先やらんでな。え、そうや。いやいや。じゃあ、まあ、行きますか。えよっ、その中入っていくんか。上に上がった方がいいんかな。その上でやろう。ロープ半分。今日は寒ないで。今日も寒ないで。泳いだ時とかちょっと寒いって言って一瞬で治るじゃないですか。冷たいだけであって寒いわけじゃないみたいな。ロープ5メートル。ザック背負ってた方が体重になるからいいんかな。あ、ビレの時。うん。いや、でもなんだかんだやっぱあんま使ってないハンマーやからショックやなっていう。最近やっと使い始めたやん。確かに。今までそんなにハンマー行くサワーまで行ってなかった。ハンマー用意したけど別に俺自分でハーケン打ってないしと思って、なんか聞こえたな。解除解除やろな。誰か笛吹ける？OK やって行ってください。最近思うのがさ、ハイブロックとマイクロトラクション、どっちが登りやすいんかな思って。マイクロトラクションじゃないですか。マイクロの方が流れいいんかな、やっぱ。フリーがあるからなんか違う気がするけどな。落ちた時にマイクロの方がちゃんとかかるんかなと思って。いや、そうそう、それは絶対そう思います。あと俺らあれじゃないですか、あの8ミリとか使うじゃないですか。7ミリとか使うじゃないですか、うん、マイクロの方が幅広いんやっけ。ハイブロック7ミリ微妙に止まんない時ある。うん、こう屈曲してたら多分抑えられへんからそのまま流れていくんかな思って。マイクロやったらもうなんかもうバネでね、そうバネで押さえつけてるから。そやな、マイクロにしよう。もうそれ用にもう常にセットしてるの。俺もうあるからさ、懸垂加工用のところに。そうそう、セットしてるやん。残地、よし、気がな、気が鬱陶しい、気が鬱陶しい。ぬめぬめ。
ぬめるな。そっちやな。そっち行けばよかった。ぬるるやん。どうしようかな。そっち行けばよかったな。右行くもぬるいんやけど。ぬれた足で踏んだらやばい。ごぼうするか。いや、全部ぬるるやもんな。マジか。ちょっと待てよ。右行った足に合ってみてよ。っしゃ。昨日はセンターで上がってくる。いや。うん。よいしょ。おお。ここもぬめるもん。こっちが正解だよ。ね、リレーしたの。なるほど。おおこんなとこで落ちんといてくださいよ、ちょっと。もう終わりやで、ここで滑ったら。え、何があったの？あ、俺も見つけた。青いやつやろ。もう絶対滑らんもん。いや、そうでもない。上がりに行く、左から上がった方がいいかも。いや、微妙やな。微妙やな、これ。うん、いや、海側でもカラカラになってる。何が？あ、ほんまや。いけるいける。何なのか分かんなくなる。まあ、そこはいけるやろ。都会ってぬるぬる？そんなことある？結構ぬめぬめやらしい。左からまあでも別にそっからでも入れるしな。ここから登ったらいや、お前そこ行きたないわ。ぬめぬめそうやもん。あ、ここはいけるやん。こっから全然行けます。バンドから行けるやん。もうちょい右上の。ああ、そこか。全然あるわ。しっかりしたバンドあるわ。なんか言うてますて、ね、踏み倒されとるやんけ。ドロドロ。うわ。よっ。おお。あ。やべ。ここも滑るもん、嫌やわ。危ないってこれ。僕の後ろ来ない方がいい。あ、立派な滝。めっちゃ気持ちいいっすわ。よいしょ。オッケー。深いな。いいプール。いいプールやな。魚いるかな。10時14分。2時間43分。え？うん、そうですね。あ、それザック同じやつや。色ちゃうだけで。色ちゃうってか、色あせてるだけで。いや、そこ微妙でしょ。いや、俺やめたもん、そこの。もうやぶやぶやし。いやー。巻いた懸垂やん。なんか戦ってるの。スリングを垂らそうとして戦ってるの。おっ、どっち行くもんだるいな。いや、上行ってます。オッケーです。
ですね。あ、一回そっちに引き上げます、うん、よし、よし、はい、残地よし、うん、日野さんはサワーメインなんですか。一応サワーメインで、日はいかない。サワー長いことやってるんですか。卓球は入ってから、はい、まあ、3年ぐらいやってるんですね。それまではサワー以外の山行ったりクライミングしたりとか。アイスは、アイスは2年ぐらい前からその人を始めて、一応道具揃えてから行かなかった。去年は御在所と八ヶ岳に2回行ったかな。御在所は3回ぐらい行った。あ、ほんまですか。あ、行きたかったんですけど、途中からちょっとね、やらしなってきましたね。看板が立てられたから、地獄谷に行きたかったんや。その地元のなんか、土地の関係者がどうとか。何の音、すごい音鳴ったで。あ、ドラム缶か、びっくりした。ここにも玉女子がいっぱいおるやないけ。はいはいはい、10時54分、3時間22分、高度855。はい、はあ、はあ、弾がいっぱいや。全然逃げおらんもんな。もうタピオカみたいなもん。群馬県民これ、はい、まあ、左から番、うん、左から真ん中まで行って、左から回り込み、でもあの真ん中あたりから上がちょっと微妙じゃない。コースでこんな遊びが来てる。さっき跳ねてるとこ見たことあるの？ないんかい。なんだろうな。11時12分、3時間41分、高度856。残念。よし。あー、冷てえ。Google 滝を直通して、あ、いけそうやな。俺でもいけそうやわ。こうやって見るととか言って、でもそこなんだかんだ微妙じゃない、その虫が多いとこ。お前のザックの雨がピクピクなってる。虫よけスプレー出して拭いた方がいいんちゃう。ハーサイ鬼やかな。あ、やっぱそのアイスツールの方がいいんかな。これはこれ使いやすい。でもこのハーネスにつくかな、いい具合に。今のは A0 な。いや、ハーケン持ったもん。いけそうなだけであって、いけるとは言ってない。それ A1 な。A0 な、それ。事実上のアブミじゃないんです。俺やったら絶対あのキーまで逃げるわ。あのキーで取りたいな。でもユニバーサルスタジオジャパンは行ったことないんやろ。じゃあ UP もダメやわ。あ、ぬめる。あれ、足が。ぬるぬる。おお。え？嘘でしょ。おお。
はい、ありがとうございます。オッケー。意外とロープ余裕ありましたね。もうあんまないと思って、こっちで取りたかったけど。ああ、強い感じだと思う。そこまではでもまだ数メートルあるけど。9メートルある。え、ちゃうちゃう、2、3メートルぐらいちゃうかな。ギリかな。これはリード怖いな。オッケーっす。何の笑いっすか。危ねえ危ねえ。え、危なかった。マジっすか。悪いっすか。失礼。ありがとう。沢行くとみんなあんま持ってないよな。足場の。まあ抜かなあかんからな。ああ、まああれいらないでしょ、アンさんだから。いやいらんな、余裕やな。右足使ってない。めっちゃ深いもん。なんか下に空洞ありそうやもん。すごいよな、その形状。カメラ突っ込んでどうなってるか見てみたいもん。調査終了。あ、こんにちは。え、キムがロープ持ってるしな。ほんま、え、ほんまにいる？あ、いけそう。いらん？いらなそうです。あ、いらんの？うわ、すごい。こっちから見たら、やっぱああなってんねや。ハートみたい。綺麗。いらんのかーい。いらんのかーい。あそこ最後上がるときに。そうだ、言ってる。そうだ、言ってる。はい、いいよいいよ。まあ一応俺持ってるし。あ、キムよけんといてな。そう、そこ視点でこう止まるから。はい、はい、サンキュー。これは薪やな。いや、無理。いや、でもすごい滝っすね、これ。かっこいいわ。12時7分、4時間36分、残地。よし。これ見たらね、ハイクは発狂するから、ね、俺もかっこいい。一番かっこいいハイクは。一番かっこいい。これは滝というものです。滝ですな。まあでも上見た感じ、左は低いで、下側は低いでな。このデジタルその前に降りたいから下側から行く。下側から行ったらあの辺出れんか。上行ってみる？行ってみる。ゴールにない巻き方を。行くのこっち。ひよった。いや、ひよるのは大事よ。これは何の花じゃ？団地。よし。12時14分、4時間43分。高度874。かなりと。なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ。ああ。ぐちゃぐちゃ。おう。ハンマーあるし。まあ大丈夫っす。12時34分、5時間3分、高度894。OK ですか？はい、行きまーす。なんか踏まれた跡がすごい。階段ができてる。
え？あ。やめた。え？なんて？はい、フィックスオッケー。はい、どうぞ。はよ。うるい取られへんかったわ、諦めた。そこちょっと懸垂してロアダウンでもして取ってくれてもいいやで。あえて微妙なとこから来てん、練習に。多分右から入ったらもっと楽や。でもそんなことしてたらあかんなと思って。はい、オッケー、登ってください。うん、はい、どうぞ。この木が邪魔や。てぃねてぃねてぃね。もう一個、ありがとうございました。はい、あ、でも懸垂したらいいかなと思って。懸垂したらいいかなと思って。ロアダウンしようか。いや登ってる途中に取った潤いが美味しい。あ、やっぱりその達成感、自分で苦労してる時に取った潤いはやっぱ違うって。格別な味がする。取れんかったわ。短くしたけどいいかな。あ、大丈夫です。あ、涼しいな、この辺り。なんか風が。13時6分。5時間35分。高度910。いや、あれ刺身サイズ。刺身サイズやった。やってもうかな。そう。完全にやってもうけど。二人ともやってるな。刺身取れるまで帰れません。野村先生が、ムーブを解説してくれたんで。寒くない。入れたろか。横につける。でもそこに上がらなあかんからな俺。ああ、冷たい。え、これどういった。やった、ダンチある。追い込んどる。こっち来やんかな。いや、今掴んでる。マジで掴んでる。
きれーきれー今入れてくれちょっと手で取ったったうぃ本日の銀両草あ、こっちにも俺結構生えとるなそうかよまあ、俺はいかんけど。落ちたら嫌やん。絶対落ちるなよ、絶対落ちるなよ。いや、こっち高いやんけ。そっち行った方がいいわ。もうなんかでもこんなとこ嫌もうなんかいい感じにいい感じって書いてたよないい感じのいい感じが来るはずないけどなんかないなええとこさっきちょっとあったぐらいな平らんとこ今標高1000ぐらい大滝の手前で爆影してるのもなかったっけ微妙やな大滝の目の前でみたいな13時58分6時間27分高度 1010m です今日の晩御飯何食おうかな選択肢ないんか、うん、もう決まっとるやん自然にかやここで梅の木生えたらどうすんね数年後に大丈夫さすがに大丈夫じゃないですか梅芝の梅種ですよ分からんや生命力強いかもしれんカリカリ梅の種から芽入れたらすごいやばいよなちょっとじゃあ2年後たまに食べたことないわって中の実 あるある食いすぎたらやばいみたいな言うよなほんまなんかな シアン化合物が含まれてるらしい14時9分6時間30分残地よしもう大滝やん大滝の下にいいとこがあるのかどうなのかあこれそれがこれっすね2畳40いけそうあはいはい着いた着いたぞよっしゃ。これ。よっしゃ。14時36分7時間4分。高度1141。2畳40メーター。はい。着きました。2畳40。あれもやったら楽しいだな。どれ？この。ああやばいやろ大炎上やろすっごい火柱上がるんじゃんでもよう燃えそうやもん乾いてるからえ虫がすごいし、うん、2畳40メーター左増えなった。ここも登っていける？はい。じゃあ行きます。冷てえじゃねえか。え？こんなとこ登ってたんや。えぐ。よく行ったな、こんなとこ。
ですね。はい、投げるか。うん、でもなんか上でいるとか言われたら困るしな。いや、どう降りるつもりなんかが謎なんですよね。こんなん登ろうと思いませんもん。絶対気狂ってるわ。初頭やで、初頭。多分記録探してもないんちゃう。2条40の左登りました。え、どっから上がってんこれ。なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ。あ、手ないぞ。これよういったな。ああ、了解です。これですね、これですね。ああ、マジか。あんま木、触らんとこ。触らんとこって言っても、この木を越えて。あのスリングまで手を届かな。いかんのか。これどういった？意味わからんやん。あぶみですわ。いや、あぶみはいいんやけど、あぶみまでどういくっちゃう。止めて。マジか。え？どうなってんねんこれ。右足がさ、もう一段上かな。
ゴーマスルームも大変や。暑すぎやろ。なんじゃこりゃなんじゃこりゃ。え？すっごいって言われた。なんじゃこりゃなんじゃこりゃ。え？膝？どうしようか。お、来た。お、来たんちゃう。お、来た来た来た。来た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 。うえい、ひょっこりはん。もう CS を左手で持ちたいよな。今じゃ後ろの壁使えるわ。そうそうそう。後ろの壁切れるわ。ずー来たよ。オツです。もう終わりです。待て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 。はいはい。マジアブミンとかマジちょっと無理かなって一瞬思ったもんね。リードで一旦ちょっと気狂ってるでしょ。俺も尊敬する。え、ちょっと尊敬っていうか気狂ってのは無理ですよ。ほんま初頭ちゃんって思うもん。なんか可能性ある。相当ひどかったよ。相当ひどかった。ひどかった。俺もあの残し書いてショックストーン見た瞬間ちょっともううわっと思った。まあ俺ロープ背負ってるっていうハンデあるから。ああそういうこと。確かに確かに。はあ、さっきルート工作しよう思ったのに抜かれてもと。火つけてくれた？帰ってきたぞ。うああ、辛かった。ダンカン試練のアドレナリンとロキソニンのコンボなのか、肋骨が1ミリも痛い。いや、行って。高級ビューズライター。ああ、頑張りました。あったんです。せ。そうしなかったことであえて時間がかかっている。ジョニーとずっと振っててちくわ食べたらちくわの方がうまいから。もう絢爛装束の話だ。マムシグサ。わー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 。見てろ、分け道じゃん。なんか儲け終えてる。どうした？早っ。早っ。遅いなぁと思って。